この2泊3日のうち1泊2日パパとママいないけど大丈夫？うん、大丈夫。寂しくない？寂しくない。そのうち伊勢寂しいって言ってやん。姉ちゃん大丈夫？うん。伊勢と姉ちゃんもうすぐ着くよ。そうですね、自分たちが今回このプログラムを体験してみて、まあ、まだこういうスタイルで子ども預けて親だけが楽しむっていうのがなんかどっかちょっと育児放棄みたいに捉えられたりと か子どもたちがかわいそうって思われたりとかそういうふうに感じる人多いと思うんですけれども、実際やってみて子どもたちがしっかりその安全に保育してもらうっていうのはもちろんすごく子どもたちだけでも楽しんでいたってことがよく伝わりましたし、で子どもたちもなんか寂しそうにしているっていう感じはなかったみたいで本当に2日間楽しんでいたっていうのも分かって、なので、ただ親が楽しむためだけにこのプランを選ぶということではなくて、親と子どもがそれぞれ自分たちが楽しいことを全力で楽しめるっていう意味ですごくおすすめしたいなと思います。